上田桃子は日本の女子プロゴルファー。熊本県熊本市東区出身。ゾゾ所属。身長161センチメートル、体重54キログラム、血液型 A 型。得意クラブは1ワット。2007年の賞金女王。日本ゴルフ界でも数少ない公式戦未勝利の賞金王経験者でもあり、2020年終了時点に、 おいて1990年女子の高村博美、1993年男子のメシアへはじめ、1999年女子の村口、ふみこに続いて、史上4人目。10歳の頃より、坂田信弘主催の坂田ジュニアゴルフ塾でゴルフをはじめ、熊本市立西原中学校時代には、熊日トーナメントジュニア女子の部で2連覇を達成。 東海大学附属第二高等学校一年時に九州女子山に高校卒業後ティーチングプロの第一人者として知られる江連正の指導を受けるため兵庫県神戸市に移住する2005年7月プロテストに3位で一発合格ルップが新人戦かが電子カップで優勝する2006年は30試合に出場し予選落ち4回 ベストフィニッシュはクリスタルガイザーレディスの3位。賞金ランクは13位。2007年1月19日に南アフリカで行われた第3回 W 杯に諸見里忍と共に出場した。2007年4月に行われたライフカードレディスで初優勝を飾る。なお、同日に行われていた東立ホームメイトカップの優勝者は上田悟城で、この日は 男女の上田が初優勝を飾ることとなった。2007年11月4日、水野クラシックで全米女子ツアー初制覇。同時に最終日7番ホールで自身初のアルバトロスを達成した。また、達成したボールは躊躇なく観客へ投げた。同年は5勝を挙げ、1996年の福島、秋子の23歳148日を抜き、 21歳156日で史上最年少の賞金女王となった。また、大山志保が2006年に記録した史上最多獲得賞金額1億6629万円の更新に期待がかかったが、最終戦のリコーカップで記録更新の条件である2名以内の4位タ以上の成績を残せず5位に終わったため、賞金総額は 1> 約1億6611万円と更新はならなかった。同年12月、日本プロスポーツ最高新人賞を受賞。ゴルフ雑誌、レジーナの2007年最もおしゃれなゴルファーランキングで見事1位に輝いた。2008年からは、米ツアーを主戦場としつつ、日本国内でも年間10試合以上は出場するという形で活動を続ける。 2008年は2勝、2009年と2011年は1勝を挙げた。2012年は賞金ランキング80位に終わり、日本におけるシード権を喪失したが、2013年は48位でシード権を回復した。翌2014年には日本ツアーに専念して2勝。賞金ランキング10位となった。その後2015年、2016年は、 優勝がなかったが、2017年は2勝して、ランキングも6位で終えた。2018年は2度の2位タイなどの成績を残すも、優勝には届かなかった。ランキングは21位の成績だった。2021年3月30日、ZOZO ゾゾと所属契約。同年のパナソニックオープンレディースでは、同郷の後輩である、 大里桃子とのプレイオフを制して2019年以来の勝利を挙げた。生まれた時からお尻が大きかったことが名前の由来になっているとのこと。桃尻は自身のブログのタイトルにも使われている。2007年10月に放送された情熱大陸の中でバレーボールやバスケットボールをやる人の気持ちがわからない、プロもないのに先がない、と発言したために、 ブログが炎上し本人が謝罪する騒ぎになった。姉が生まれながらに障害を持ち、両親の苦労を目の当たりにしていたため、稼げるスポーツとして、ゴルフを選択せざるを得なかったという事情もあるという。好きな芸能人は、お笑いコンビ、アンタッチャブルの山崎宏なり、俳優の市原隼と松田翔太。2014年の c a t レディースゴルフトーナメントに優勝した際、 トーナメント開催直前に広島土砂災害が発生したこともあり、災害の際に役立てていただきたいとして、トーナメント優勝副賞のキャタピラージャパン製、ショベルカーを広島県警察本部に寄贈した。た多数。ありがとうございます。